ノーマはデンマークコペンハーゲンにあるレストラン。2003年に開店し、レネレゼピがシェフ長を務める。店名はデンマーク語のノーディスクとマットを組み合わせた造語である。その独創性や革新性によって知られている。2010年、2011年、2012年、2014年にはレストラン誌の世界のベストレストラン50で第1位に選出された。ノーマが入居する北、 大西洋ハウスコペンハーゲン中心部のクリスチャンシャオン地区、ウォーターフロントにある北大西洋ハウスにレストランがある。1800年代に建てられたこの建物はグリーンランド貿易スクエアに位置しており、ここは200年間もフェロー諸島、ノルウェー北端のフィンマルク県、アイスランド、特にグリーンランドとの貿易の中心地だった。補修を塩漬けにしん、ゲール、 クジラ川などが倉庫周辺に保管され、やがてヨーロッパの市場に出荷された。2003年にこの倉庫が北大西洋ハウスという文化芸術施設に転換されると同時期に料理人のレネ・レゼピト実業家のクラウスメイヤーによってノーマが開店した。内装はスペースコペンハーゲン設計事務所が手掛けている。2004年 レゼピトマイヤーは新しい北欧料理のためのマニフェストを発表し、私たちの地域を思い起こさせる純粋さ、新鮮さ、シンプルさ、道徳を表現することや、自給自足されてきたローカルな食材を高品質な地方産品に、などの重化上を定めた。このマニフェストは北欧諸国閣僚評議会で採択されるなど受け入れられ、アメリカ合衆国のタイム氏には、 ノマノミクスという記事が掲載された。この記事によると、ノーマの影響でデンマークを訪れる観光客が増えた。上に、農家や漁業者なども恩恵を受けているという。2008年には、レゼピが国際ガストロノミー会議で年間、最優秀料理人に選ばれた。同年の、ノーマは旅行サイトのトリップアドバイザーが選出する世界最優秀レストランに選ばれている。 デンマーク食品管理局の報告書によると、2013年2月12日から16日に、ノーマで食事をした435人の客のうち63人が、食中毒の症状を訴えた。これらの症状は、ノロウイルスに起因し、先に感染していた厨房のスタッフから、意図せずに感染したとされている。2013年10月6日には、CNN の料理番組、 アンソニー・ボーデーン世界気候シーズン2エピソード4で取り上げられた。2012年7月28日から8月6日、イギリスロンドンのメイフェア地区にあるホテル、クラリッチスに10日間限定の仮店舗を開設した。一方で、7月22日から8月13日の間、コッペンハーゲンのレストランは改装工事のために休業した。レゼピア。 マット・オーランドを中心とするレストランのスタッフは、生きたアリを使用する象徴的な料理の他に、スコーン、クロケットクリーム、ランカジャーホットポットなど、イギリス料理のアレンジを含む旧品を提供した。2014年3月29日、ノーマは2015年初頭の2ヶ月間日本に一時移転すると発表した。この際には1月9日から2月14日まで、東京、 日本橋のホテル、マンダリンオリエンタル東京に期間限定レストランを構えている。予約開始から1日で3600人のリストが埋まり、ウェーティングリストは62000人に達した。客は日本国内以外に台湾、シンガポール、オーストラリア、イラン、アラブ首長国連邦などからもやってきた。2015年7月24日。 ノーマはレストランが2016年初頭の10週間にかけてオーストラリアに一時移転すると発表した。2015年にはピエール・デュシャンによってドキュメンタリー映画ノーマ、世界を変える料理が2016年にはモーリス・デッカーズによってノーマ東京世界一のレストランが日本にやってきたが制作された。 海岸倉庫街にあるノーマは2016年12月31日に閉店し、2017年にコペンハーゲン近くの都市型農場で再開店する予定である。ポーチドエッグの卵黄と車場草のソースを添えたホワイトアスパラガス、ノーマが提供する料理は北欧料理、またはスカンディナビア料理である。スカンディナビア半島で採れた食材しか使用しておらず、 飼料採取の文化の原理を持つとされる。北欧ではレモンなど温帯性の植物を栽培できないため、生きたアリを料理に用いて、アリの放つ産を柑橘類の代替物として使用することがある。メイヤーによる書籍、ノーマ、ノルディックキュイジーヌによると、ノーマの料理には、北欧の伝統的なそれよりも多くの解釈が与えられている。代表的なメニューに、メス鶏と卵がある。 世界で最も予約の難しいレストランの一つとされる。シェフ長で創業者のレネ・レゼピは、かつてアメリカ合衆国のフレンチランドリー、スペインのエルブジ、コペンハーゲンのコン・ハンスケ・ルダーと、レ・ジャルダン・デ・センスで働いた経験がある。料理担当のシェフはダニエル・ジュースティである。ファットダックで働いていた時に、レゼピと出会ったマット・オーランドも、ノーマでシェフを務めていたが、 2014年にノーマを離れて独立した。ソムリエはノルウェー人のマッツクレップである。仕上げ用のキッチン、仕込み用のキッチン、実験ラボという3つのキッチンを持つ。ミシュランガイドでは2008年に初めて2つ星を獲得し、2016年まで2つ星を継続している。2006年から2009年まで、 レストラン市の世界のベストレストラン50では4年連続でエルブジが第1位を獲得していたが2010年にはノーマが第1位となったこの時期のノーマは新北欧料理の運動の機種とされていたエルブジが休業した2011年には2年連続で世界のベストレストラン50第1位となった2012年には3年連続で第1位となりレストラン市は ノーマは新北欧料理運動の定評ある運び屋で、あると評し、細部へのこだわりや革新的なアプローチを称賛した。海や森で採れた地元の食材や季節的な食材を使用することも評価された。2013年には、スペインのあるサリエーダカアンドカに次ぐ第2位となった。2014年には再びノーマが第1位となった。2015年には第3位だった。 ありがとうございます。